歌っていいとも。皆様こんにちは、大森明です。監督ありますね。よろしくお願いします。いいですね。皆さんこんにちは、塚原哲平です。さあ、ということで今日もですね、北千住にあります CM のスタジオから生配信でお届けいたしますけどもですね、もうつい先ほどですけど、九州の、ね、宮崎の方で、地震が震度6弱ということで、心配ですよね。いや、心配ですね。九州だけじゃなく四国の方も、そうそう、ね、まあ、こんな時期ですから特にね、ライフラインがね、本当心配ですね。そこが心配ですよね。暑いし、ね、暑いですし、電気水道やなんか、ね、電気水道ガス全部、本当そうですね。またこんな天候の時になるって言ってるんだね。ね、本当に津波とかね、警報出てますから、お近くの方はすぐね、避難していただきたいと思います。そうですね。さあ、そんな中ですね、はい、我々はちょっとね、元気にやっていこうかなと、はい、思っておりますけども、今日はいつも真ん中にいる、はい、そうなんですよ、白石京子さんが珍しく体調不良のためにお休みです。はいはいはい、はい、京子さん元気大丈夫ですか？体調不良ということでね、早くね元気になってもらいたいなと思いますけれども、なんかこの大森さんと2人でやるのも久しぶりですね。そうだね、なんか照れますね。なんか俺一人になったらどうしようかな。いや、自分もそう思いました。そう思った。はい、もし大森さんが来れないってなると、うん、俺一人でやらないといけないってなると、もう中田さんを出すしかないんですよ、もう。それはなんか今日は中田さんの真相に迫るというタイトルにしたと思う。なんか今日久しぶりにお会いしましたけど、なんかちょっとね、どっか故障してるみたいなんですよ。なんか故障と言いますかね、故障、腕をこう曲げてらっしゃいましたよね。だからなんか骨折るところ間違えてるんじゃないかっていう、はい、もっぱらの噂なんですけど、どうしたんですかね。やっぱ普段からの飲み癖がね、どうしても来たんでしょうね。何かあったんじゃないかなとは薄々感じてましたけど、滑って転んでああいうふうになったと思えないですよ ね。今日はちょっと主役として登場していただきましょうか。そうですね、ディレクターに、はい、いかがでしょう。飲みすぎには注意していただきたいと思います。はい、さあ、ということで大森さん、なんか最近先月もそうでしたけど、はい、日刊現代の方に、はい、鳩のね、はい、件で大森さんなんかね掲載されてましたけど、はい、今度はなんか雑誌ですか？そうなんですよ、鳩の雑誌といいますか。なんかね、はい、実は日刊現代の方は一応歌と鳩と両方がテーマで出たんですけど、はい、後で知ったら、はい、人生100歳時代っていうテーマだったんですよ。ほう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 。なんで俺が出たんだろうと思いましたら、はい、なんか遅いデビューをした人間で、うん、ですからそういうところになんか興味持っていてくださってね、それで記事に取り上げていただいて、なるほど、それで 歌だけじゃなくて鳩もやってると、はい、いうことで出ましたら、翌日今度は鳩の雑誌の社長から電話がありまして、はい、ちょっと取材したいということで、はい、それでまた先日、はい、取材をね受けまして。何という雑誌ですか？こういうね、IQ の友、愛する鳩の友と書いて、はい、IQ って読むんですか？愛犬の友とかいろいろありますよね。はいはい、これ IQ の友と言います。ほう、うん、それになんかね、この 4ページにわたって、ほう、こういうこれと、これちょっと待って、これ誰ですか？これすっごい若い、すっごい30年前の私です。すんごい恰幅が全然今と違いますよ。はい、はい、で今の30年後の姿がこっちですよ。すっかりもう、これはね、苦労して痩せ細くて、これはもう今の大森さんですけどもね、これはいろいろと鳩についていろいろ書かれてるんですか。はい、先ほどちらっと拝見させてもらいましたけど、はい、なんか鳩の三冠王になられたという、ちょっと意味がちょっと分かんなかったんですが、三冠王って野球だったら三冠王、野球だったら打率、ホームラン、そうですね、打率、はい、打点、私は、はい、一応ホームランを3回みたいな、ほう、鳩のレースで馬に例えるとダービー、菊花賞、天皇賞みたいに、あ、なるほど、短距離、中距離、長距離っていうレースがあるんですよ。あ、鳩にも、はい、で私がたまたまラッキーに5年間で短距離、中距離、長距離を3大タイトルを制覇しました。はあ、史上初。なかなかいらっしゃらないでしょ、その3つ。その時は史上初っていうことでしたね。すごい、はい、史上初、はい、向きになってやってましたから。もう今はもうやる気ないんです。どうですか今は？もう本当にその、なんていうんですか、栄光をね作ってくれた鳩を死ぬまで飼おうと思って今千葉の方に
厩舎を持って、はい、鳩だけ飼っております、はい、レースは二の次っていう形。ああ、そういうことですね、はい、まあ、今ね、はい、歌の方が忙しくなってきましたからね、はい、そちらの方もね力入れていただきたいと思います、はいはい、さあ今日の1曲目ですけども、はい、じゃあ私の曲からじゃあ聴いていただきたいと思います、はい、熊本県は水上村のテーマソングとなっております、鉄平&ポチョムキン悠久で、 あれねいきます、はい、スカイランどうぞ、 どうぞ。悠久で、水上村のね、熊本県は水上村というところがございます。人口本当にわずかな2000人のね、人口のテーマソングでございました。すごい、なんか綺麗でこの夏にぴったりの夏にしない映像だよね、はい、春もまたすごい綺麗だし ね、あの走ってる映像とかもね、うん、あったと思うんですけど、うん、全国から中学生や高校生や大学や社会人の人たちが合宿所として使われてる場所であったり、で、ね、うん、で今回ですね、あの青山学院の陸上部の原監督さんがですね、その水上村に合宿所を購入されまして、あ、そうなんだ、で今年からですね、その青山学院のユニフォームに水上村という
あ、そう、はい、入ることになりましてですね、きっとね、また目立つんじゃないか。こちらの人はね、どうしても水上、群馬の水上温泉のイメージがあるんですけどね、水上村でございますから、ぜひ、またね、熊本に行く機会がありましたら、そちらの方もね、行っていただきたい。また春は桜ですごい綺麗ですね。そうなんです、1万本のね、桜が、うん、さっきの映像の中で、本人が映ってなければもっと爽やかだったってあの、そこはちょっとしょうがないですね。そうですか、景色だけだったらもっと爽やかかなって思います。景色だけのバージョンももちろんあります別バージョンでちゃんとありますから、後で殴ら、心配しないでいいですね。後で殴られそうですよさあ、大森さんの、はい、曲いきたいと思いますけども、はいはい、私はですね、はいはい、あのちっともあの爽やかに歌えないんですけど、はい、あの高倉健さんの、はい、映画を舞台にして作られた雪尻の花という歌があるんですよ。おほほほ、それを今日はちょっと聴いていただきたいと思います。はい、どうぞどうぞ。忘れて用意してる
はい、大森明さんで雪吊りの花をご覧いただきました、はい、さあコメントが来ております、渡辺さんですね、ご無沙汰してますということで、あ、今日は美女いませんねと。そうですよね、はい、いません。また後のお楽しみですよね、うん、男性陣もなかなかいいですねで。そうですか。フォローしていただきましたありがとうございます。映像で見たらなんかやっぱり怖がられる意味が分かったよね。なんかな、たまにはでもいいかもわかんないですね。京子さんがいないかよさあ、なんかあの先ほどちらっと聞きましたけど、はい、鳩の慰霊祭があるっていう、はい、そうなんです。すいませんね、これだけじゃあ一つ、はいはいはい、なんか今日鳩の話ばっかりになってしまったんですけど、実はですね、はい、9月の14日に鳩の慰霊祭があるんですよ、はい、へ、はい、私もあのコロナ久しぶりに、はい、出させていただこうということで思ってるんですけど、実はね、皆さんね、知らないと思うんですけど、靖国神社には人間だけじゃなくて、はい、うん、馬と犬と鳩が祀られてるんですよ、うんうん、あの戦争中人間のためにいろんな役目を持って馬が活躍したり、うん、あるいは犬が活躍したり、うん、鳩も活躍したんですよ、うん、命がけで、はいはい、ですから靖国神社の裏に行きますとね、馬と犬と鳩が祀られてるんですよ、うん、銅像が建てて、うん、でそこに毎年 それぞれの愛好家の人たちが集まって慰霊祭をやるんですよ。でそういうようなことがほとんどの方ご存じないと思うので、うんうん、人間だけじゃなくて靖国神社には同じく、うん、残念ながらね、ああいう戦争っていうものがあった時に人と一緒に戦ったという動物もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思って、そういうことですね、ちょっとお話をさせていただきました。はい、ということで、さあ、じゃあ次の歌はその京子さんもね、はいはい、今日いらっしゃいませんけど、そうですね、今日は声だけ聞いて、あ、映像も流れるから、ね、映像と声と映像を流してあげましょうよ。そうですね、今日ね、さあ、うん、それでは今日のね、今回の京子さんの曲はこちらでございます。ガラスの都会、どうぞどうぞ。Thank you.
ラスの都会をお届けいたしました。早くですね、元気ならずいいですね。いいです ね, ね, ですね、元気になっていただきたいと思います、ね、次回から、はい、さあ今月の1曲ですけどもですね、はい、今年2024年の2月28日に発売になりました、木村哲治さんのこの曲いきましょう。新曲ですね、乱れ咲きです。どうぞどうぞ。悲しみも苦しみもそれも人の常、最後は散るみなら、くよくよしている暇はない。昨日の恥も今日の無念も花を育む雨となる。夜桜の舞い散る様を見て、凛と散るのさ、酔いも清に乱れ咲き。はい、ということで木村哲治さんの新曲でございました、乱れ咲きをお届けいたしました。さあ本日のゲストの方をご紹介したいと思います。三田京香さんでございます。よろしくお願いします。こんにちは、嬉しい。京香ちゃんうちは早速京香ちゃんうちはでございます。ありがとうございます。今の時期にぴったりですね。バタバタバタ。これ皆さんに配ってるんですか？これもあのコンサートにいらしてくださった方とかに、はいはいはい、昨年も地元の愛媛県でコンサートしたんですけど、はい、その時も真夏で暑かったので皆さんにどうぞってお配りして、ひばりですね、はい、いいですね、このサイズがいいですね。そうだ ね, ね、使いやすい、ミニでいい感じに、うん、はい、いい、ね、名前も涼しげだし、 ありがとうございます、はい、裏はちゃんと歌の歌詞もてて、ね、あ、なるほど、はい、そういうことですね。後でこれ流していただくので、そうですね、はい、お楽しみ。ちょっと待ってください、この、はい、作詞三田杏っていうのは、あ、すごい、もう気づいてくださいましたか。はいはいはい、なんか気になりましたよ。これまさにそうでしょ。これ、はい、これ京香ちゃんの、京香ちゃんの上の私のすごい親しい友達、ね、まあ、なんか親しい友達の方が、いや、まあ、私なんですけど、はい、初めてあの昨年作詞を、はい、させていただいて、はい、オリジナルです、はい、素晴らしいじゃないですか。自分のことを書いたんだ。なあ、そうなんです、ね、はい、なるほど、ね、ということで、はい、三田さんは、まあ、京香さんですね、京香ちゃんは、あ、はい、もうデビューをされて今おかげさまで9年目に入りまして、2016年だっけね。そうです、はい、もう何といってもあのエスプロレコーズの、はい、あのうちの、もう一押しですからね。はい、一押し。もともとそのなんかきっかけっていうのはあったんですか、そのデビューするにあたって。そうですね、あの、まあ、幼い頃から演歌が好きで、うん、あの私は永山瑤子さんが大好きで、
歌とあと津軽三味線もやってるんですけど、はいはい、で高校1年生の時にあの地元の愛媛にのど自慢が NHK の、うん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 、はい、でそれであの母に強くプッシュされて、うん、もうこんな機会ないんだから応募しなさいって言われて、当時あまりこう高校1年生だったんで、はい、歌からちょっと距離を置いてた時期で、うん、いやいや応募をして、はいはいはい、でなんかもう適当にハガキも書いたら書き直しって母に言われたりして、でそしたらハガキ、まあ、予選通って、はい、で前日の250組の予選も通過してしまって、はい、しまって通過してしまいまして、で当日生放送に出て、それはたまたま今のエスプロレコーズの若松社長がご覧になっていて、はい、あ、テレビで、あ、そうです、テレビで東京で多分見てくださってて、まあ、すぐ電話がかかってきて、すぐ、そうですね、放送後すぐだった、ね、ベちゃん、それでね、はい、なんとあのエスプロレコーズの若松社長、はい、いらっしゃっていただいてるんですけど、うん、あの松田聖子さんを発掘して育てたもう有名なね、うん、あのプロデューサーでもあるんですけれども、はい、その社長のスカウトの話を断ったという、断ったんですか、その時は、ね、その時はまだ将来の夢も決まっていなくて、ただ演歌歌手は まずないなってことで、学校の先生目指しちゃったんでしょ、そうです、その後、ね、進路へ決定の時に小学校の先生になろうと思って、うん、大学4年間広島で、まあ、幼稚園と小学校と免許を持ってるんですけど、ね、すごいですね、はい、それでなんとね、その後にそうですね、まあ、あの採用試験に落っこちたのもきっかけの一つなんですけど、あ、なるほど、大学中に、そうですね、大学4年の夏に教員採用試験があって、はい、ほう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 、まあ、愛媛と広島両方受けたんですけど、はい、両方落っこちて、で、そうです、特に今は人手不足でどうかわからないんですけど、当時は本当に一緒に受けたな、愛媛の中みんな落ちて、で大体みんな帰って非常勤とか臨時採用で働きながら勉強しながらもう一回来年受けるみたいな、で私はまあそんな感じでとりあえず愛媛帰って、はい、とりあえず教員やりながら受けようかなっていうのを一番こう信頼してる先生に相談したら、なんかそのとりあえずっていうそんな中途半端な人間は学校現場にはいらないって言われましたでも本当にその先生の厳しい愛のある言葉のおかげで、あ、じゃあ私が本当にやりたいことは何だろうってなって、小さい頃から好きな音楽演歌がやりたいってなって、まあ高校1年生の時にスカウトしてくださった社長さんがいたなって思い出して、そこで思い出すわけですか、でなんかお名前ちょっと正直覚えてなかったんですけど、松田聖子さんをプロデュースされたっていうのは覚えてたので、松田聖子プロデュースとかってこう調べたら若松宗男って出てきたので、なんで大学4年の12月年末とかですね、うん、卒業3ヶ月前ぐらいにお手紙を書いたらすぐにお返事が、うん、お電話があって、とりあえず一度会って話してみないかって言われて、 で、ね、で東京に行って初めて、だってその間1年とか2年じゃないでしょ、うん、6、7年空いてます、うん、だからよくぞ電話してきたなですよね、連絡してきたなでしょ、本当になんかそういう運命だったんだね、覚えてるよって言ってくださって、で本当になんで三味線を持って一回東京に行って、はい、で初めてお会いしてカラオケボックスで、まあ、自分がその時に歌える歌を40曲ぐらい歌って、どんどんもうなんか社長がはい次、はい次って言って、うん、ちょっといいなって思う歌は2番まで歌って、その方が1番ではい次みたいな感じで、まあそれがまあオーディションというかそういうのだったのかなって思うんですけど、でも社長はもうそうですね、もう自分の事務所でぜひっていう思いがもう最初からあったよとは言ってくださったので、あの私はたまたまね、あの最初永山陽子さんが子供の頃の赤丸の歌詞だっていうことで、あのそれを知らなかったんですよね、でもなんかイメージ的にあのついついね、あの三味線持って着物を着て、あの本当 にあの和服が似合う雰囲気で
ちょっと長山陽子さんみたいに金にホルでやっちゃったらっていう話を、ね、ちょっとさせていただいたのが、うん、いやなんかそういうイメージがねすごくあったから、やっぱり横松社長もやっぱりそういうねあの雰囲気っていうか感じて、あのぜひっていうことだったんだなって思いましたね。上京して、はい、横松社長と出会いろいろあって、そうですね、でレビューされたわけですね、はい、2016年ね。もともとねあの楽器ピアノもされてるし、ね、いろんな楽器されてたんですよ ね、うん、本当に音楽が好きで、オカリナもやってました。オカリナも本当、あの大学時代やっぱりその実習先とか、はい、あと付属の幼稚園とかで吹くとすごいあの喜んでくれるので、子どもたちいいよね、まあ、オカリナっていうのもね、私も好きだな。ということでね、いろいろ楽器もされてる中、今回その新曲はご自身で作詞をされてるという、ね、昨年出したのが、ね、このふるさとは花吹雪っていう、今日の、はい、はい、素晴らしいじゃないですか。私のまあ地元愛媛県の内子町のまあ自然と、私がこう歌手になるまでの道のりといいますか、それをギュッと詰め込んだ一曲になってますので。なるほど、はい、じゃあ早速ご覧いただきたいと思います。はい、ご自身でもう一度。はい、はい、三田京香自身が作詞しました、ふるさとは花吹雪、どうぞどうぞ。どうぞ。少し見たかったですね。ちょうど去年の昨年7月にあの地元のホール、大きいホールでコンサートやって、その時にこのふるさとは花吹雪っていう、まあ、アルバムのタイトルでもあり新曲のタイトルでもある、うん、この CD もちょうど発売して、うん、はい、そんな感じで愛媛県は、はい、内子町、はい、今度ね、あのコンサートが内子座っていうところがあるんですね。そうなんです。これなんか、ね、はい、これこそ、はい、大正時代から続く、いつですか？これ8月17日。すぐですね。超お盆明け。すぐですね。はい、そうなんですよ。ほう。なのでこの時はもう本当にそれこそ輪になって打ち子座っていうサブタイトルがついてるんですけど、まあ、みんなでこう、ね、今のふるさと花吹雪も昨年のコンサートでみんなで大合唱したんですけど、あと、もしかしてチラシ自分でこれ考えたんですか？はい、この、これはですね、もうそれこそ内子町に、ええ、あの住まわれてるあの若い、私と多分同い年のすごい優秀なデザイナーの方がいて、はい、すごい素敵な、 ありがとうございます、ね、いいですね、デザインで、もしかしてこれ自分でやっちゃったかな、はい、もう本当にこうプロの力をお借りして、うん、いいですね。でも地元でできるっていいですよね。はい、そうですね。本当にもうあったかいので、あと、まあ、父母もそうなんですけど、実行委員会地元の方が今すごく頑張って準備してくださっていて、なんかのコロナになる前はもう地元の方から東京までも、ね、ね、箱根の方とかたくさん来てくださったって、ね、うん、はい、社長から聞いてます。うん、はい、お仕事を待ちしてます。地元の人も楽しみに、ね、はい、されてると思います。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思いますけども、はい、もういろんな、ね、趣味がいっぱいあります。どんな話から聞いていこうかなと思ったんですけど、何でもどうぞ。ちょっと、ね、カフェの話があったんですよ。あ、
そうですね、カフェは本当にあのスイッチバックカフェっていうカフェがあるんですけど、まあ、うちのその若松社長が、はい、あのまあレコード会社と、まあ、我々のようなタレントのマネジメントプラス箱根に旅館も経営してまして、おー、いいですね。で、まあ、ずっと、まあ、5部屋くらいのすごく小規模な旅館なんですけど、はいはいはい、3階建てで2階3階が旅館で1階がちょっとあのカフェで、今までそのちょっともったいないスペースになってて何も使われてな い、はい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 、テレビとソファーが置いてあるぐらいで、はいはい、ここをどうにか活用できないかなってなった時に、はい、カフェにしようってなってフル改築して、でちょうどあの箱根登山電車のスイッチバックって、うん、皆さんご存知か、ね、スイッチバックのそのジグザグの線路に挟まれている、うん、ちょうど挟まれて線路と線路に旅館が挟まれているので、本当にデッキもあってスイッチバックが見えるっていうこの方向転換の、はい、じゃあもう鉄道ファンすごい多いんじゃないですか。もう鉄道ファンからその有名な写真家さんから、 あとドラマのロケ地にも選ばれたり、でそこのカフェが3年前、今度9月で来月で3周年なんですけど、私も最初からあの一応広報担当として、あの広報担当、そうそれはもう大いにじゃしていただいて、そのせいか名古屋の YouTube でそのカフェができた頃見てるんですよ、はい、あ、うん、だからそれのその話はあのカフェがオープンする時から知ってる。あ、そうなんですか、うん、あの YouTube とかなんかで若松社長ね、あ、そうです、もちろん若松宗男チャンネルでも、はい、そうですか、あの広報部長ですか一応なのでまあグッズを作ったり、あと、うん、当時ツイッターとか、はいはいはい、インスタグラムとか、はい、いろいろ、はい、今ねカフェ いろいろうちの田舎もすっごいいっぱいできてて、古民家を改築したりとかです ね、すごくでもいい場所だもんね、あの箱根登山鉄道、立地は本当にもう目の前を、うん、カウンター席の目の前電車が通る、行ってみたい。ただ大森さんとカフェちょっと合わないかな。なんで？なんで？カフェという感じ、俺と思ったらあのおしゃれなカフェがイメージに行かない大森と言ったら森そばかなんか思い出した森そばかな。いや、ぜひいらしてくださ いや、もう行きたいです。箱根はね、いいとこです、うん、電車だけじゃなくてあの、まあ、若松社長の奥様がお料理をされてて、うん、すごく体にいい、そうそう、ラーメンも出してた、ラーメンもあります、ね、そう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 、ラーメンは自分だろいや、ラーメン食べれるカフェなかなかないんでいいなと思ってるんですよ。でもうちの一押しはあの酵素玄米って言って、の玄米なんですけどすごくもちもちして甘くて柔らかいっていう酵素玄米、食べたら、なんか今日の番組は食べ物の番組かなんかに本当に体によくって酵素玄米食べるんでしょう、そろそろ持ってくればよかいやでも現地でもう電車を眺めながらぜひ召し上がりいただきたい、本当に健康志向のカフェですので、はい、ぜひあの、はい、機会があればねご覧になってください。今日はあの歌手でもあり広報部長としても来たい、広報部長ちょっと PR していただきたい。さあ次の、はい、歌曲ですけども、はい、次の歌は何というタイトルでございましょうか、はい、今年の3月3日に発売した最新曲の島並海道という、はい、うん、青い山脈のカップリングですね。青い山脈は同じ事務所の石原まさし君とデュエットしてるんですけど、うん、はいはい、その、はい、少年、はい、とデュエットしてて、そのカップリングの島並海道は私のソロの曲で、うんうん、はい、ズバリ、まあ、私の地元愛媛県なので、うん、本当に地元の有名な橋がそのままタイトルになってるんですけど、はいはいはい、ちょっと今までの私の曲にしてはまあ、大人っぽいというかちょっと今までやっぱ明るい曲とかが多かったんですけど、ちょっとしっとり系というか皆さんに珍しいねと言われる、とりあえずちょっと、はい、聞いてみてください。はい、しまなみ海道どうぞ。船
今までとはちょっと雰囲気が変わるですね。ちょっとしっとり系で、はい、うん、いいですね。ありがとうございます。いいですね。はい、もうあのなんか透明感があるじゃないですかね、うん、我々と違って。そんなことないです、そんなことない。なんか一緒にしないといけない。いいですね。比較的綺麗な女性はそれだけでも涼しげだね。そうです、ね、うん、ちょっとセペちゃん作るし、ね、わかります。お互いに。さあ今後のありますか、告知と。そうですね、あと、はい、8月30日に、はい、あの公開収録がありまして、日本放送の中山秀幸の有楽町で会いましょうという、いつもお世話になっている番組なんですけど、はい、あのもうそろそろあの公開収録のあの応募ができると思うので、うん、ぜひ日本放送のイマジンスタジオで皆さんお会いしましょう、うん、はい、はい、ぜひ、はい、番組ホームページ見てください。そして先ほども言いましたね、8月の17日、ね、17日は、はい、輪になってうちこ座、はい、はい、ありがとうございます、私はこの日は歌も歌いますし、津軽三味線も仲間たちと弾いて、和太鼓も仲間たちと、はい、太鼓を担いでこうやってこうやって桶太鼓なので、うん、またこの時期にぴったりですね。そうですね、和太鼓はね、夏にすごく合う、はい、ほとんどもうちょっとまだチケット残ってるみたいなので、うん、お早めに、はい、はい、まだの方は、ね、中学生がね以下は無料なんですね。そうです、ね、本当に地元価格で頑張ります。はい、ぜひお越しください。いただいてお出かけください、はい、さあ大森さん何かありますか。私ですか、はい、私はですね9月の4日に、はい、あの東京の蒲田で、3人のライブがありまして、はい、山田俊和さんと大川由里さんと私とあの末広ライブっていうのをあのお、はいはい、いつもね、まあ、年2回やってるんですけど、はい、今回そこにまたあのゲストの、はい、安藤英子さんと、はい、宮間幸子さんとあの2人に加わっていただいて5人で、ライブが開催されます。時間は、午後の1時からですので、はい、よろしければニューエイト、蒲田ニューエイトと言いましたね、あの東口から3分ぐらいのところにありますので、うん、よろしければぜひいらっしゃってください。はい、よろしくお願いいたします。さあ僕はですね8月の25日の日曜日にですね、これは僕のふるさとですけど球磨川という川がありまして、はい、日本三大急流の一つの、今から4年前にちょっと氾濫をして、そういう球磨川がというところがあるんですけども、その球磨川盆祭という盆踊りの盆にお祭りと書いて盆祭という去年から始まったそういうお祭りがございまして、それに、今年も出演をさせていただきます。本当にあの若い方からおじいちゃんおばあちゃんとかね、最後の夏休みということで皆さんね、楽しみされている方もいらっしゃると思いますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。そして9月の4日の日に、関西は奈良県の方でですね、奈良健康ランドさんの方で、お昼と夜歌わせていただきます。詳細は、奈良健康ランドさんのホームページでぜひチェックしていただきたいと思います。さあということで今日はですね本当にねあの番組の始まる前にねあの九州の方でちょっとね地震がありましてね、心配ですけど ね、 あのね京子さんの地元もね四国ですから。そうですね、あのお気をつけて情報を見ながら ね、 ね、うん、適切な行動を取っていただきたいと思います。今そのね高知の方の方もちょっと津波の警報がちょっと出てますからね、近くにいる方はぜひね早めに避難をしていただきたいと思います。本当にこの時期ね暑いですから、このライフラインがこの切れた時ですよ。私すみません、あの一つ告知忘れまして、はいはい、あの今月の最終日曜日ですね、はい、朝の4時半から5時までの間に、あなたに届ける音楽会という番組がありまして、はい、その中で山口香織さんと私で、
残したい歌というコーナーを設けてます、はい、それが放映されますんで、一応毎月最終日曜日朝4時半から5時ですのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、はい、そしてね、今日お休みだった京子さん、来月は元気になって、ね、戻ってこられると思いますんで待ってますからね、はい、さあ、次回の放送は9月の12日の木曜日でございます、はい、次回のゲストの方を紹介していただけますか。はい、来月は熊谷ひろみさんがゲストです。はい、なんか女性の方が続きますね、はい、そうですね、綺麗な方ばっかり人選してるでしょう、はい、大森さんが。わかりますよ。もちろん男性が全然来ないですけどもちろんですよ。え、もちろん、もちろん男性の場合はもうしばらくお休みいただくもう暑いのでね、ここにまた男が食われて余計暑苦しくなっちゃう。もう綺麗な女性だけに夏は出ていただいてそういうこと、爽やかにしたいと思います。京子さん、はい、暑いのは得意なんですか。まず寒いのよりかは得意ですね。あ、はい、スポーツは何かやってこられたんですか。いや、まあ、楽器、音楽ばかり、ね、音楽ばっかり、そういうことですね、うん、そうですね。なんか川遊びとか海遊びをしてるイメージがちょっとなかったんで。あのすごい綺麗な川地元にあるんですけど。ありますよね、きっとね。一度溺れて死にかけてから泳がないようにしてます。小田川、そういうの小田川っていう、もう本当に綺麗な川が、うん、はい、ね、川は綺麗です。溺れそうな川じゃあ溺れないようにはい、皆さん気をつけてください。お過ごしいただきたいと思います、はい、まだまだね、本当に暑い時期が続きますから、皆さんもお体に気をつけていただいて、はい、そしてね、あの地震の近くに、いらっしゃる方は本当に気をつけていただきたいと思います、はい、本日のゲストは三田京子さんでございました。ありがとうございました。また来月お会いいたしましょう。